どうも、ハローです。今日は南の方にもう一回来てます。すごい久しぶりに大きい波なんでどうなるかちょっとわかんないんですけど、とりあえずまあ練習だと思って行ってみようと思います。水はだいぶ暖かくなってるんで。多分手袋はいらないと思うんで、なしで1時間だけやっていこうかなって思います。じゃあちょっと行ってきます。難しい波だったんですけど、今日なんか全部カーブばっかでやってる技が結構もっとバリエーションを増やしたいなって感じましたね、サーフィンやってて。まあでもミッドレングスでトップターンとかリップするってなると、なんか結構板が重いから技かした時に板が飛んでっちゃってなかなか難しいんですよね。だから全部カーブになっちゃうんですけど、まだまあこれからはもっとターンいろんなバリエーションを増やしていこうかなって思うんだけど、どう思いますかとか言ってまあふんっていう感じだよね。本当まだまだちょっと練習不足なんで、今日が42ラウンド目なんで、まだまだ稼いでいかな、ラウンド数稼いでいってもっと上手くなろうかなって思いました、今日は。本当にで、あと今日は僕たちが夫婦になって初めてのバレンタインデーということで、奥さんにカップケーキとチョコレート手作りの作ってもらって、めっちゃ美味しくいただきました。ありがとうございます。あとありがたいことにチャンネル登録者数がやっと100人3桁いったんで、今回の動画から僕の奥さんの声が出演してくれるということで、天の声さんが出演してくれます。温かいご視聴よろしくお願いいたします。可愛い声でしょ。やめてそれ。じゃあ今日もどうもご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた。